新潟県で発掘された全1万6千年と推定される採石人佐賀県で発掘された約1万3千から1万2千年前の黒曜石でできた採石人採石器とは打製石器の一種で小型かつ葉の特徴を持つ石器である。日本国内では一般的には旧石器時代後期に分類されるがヨーロッパ等では旧石器時代及び新石器時代の過渡期として 中石器時代が設定されており、ここに属するとされる場合もある。ユーラシア大陸の中央部にあるアルタイ地方には、約4万年前頃に幅1センチメートル以下の石陣がすでに発生していたという。これが東シベリア極東地域の最石陣の起源であるとされている。しかし、最近ではこのような石器の変遷感は見直されようとしている。 日本列島の旧石器時代の最終に現れたのが、この採石器を使った採石人文化である。この文化がいつ頃から出現するのか、正確な年代はよくわかっていない。本州でこの文化の最も古い年代は、静岡研究所遺跡から知られ、C14 年代測定法によれば14,300年前で、週末は12,000年前に迎えたようである。北海道では、 約2万年前と言われている。この文化の存続期間は短かった。縄文時代の早々期まで存続した可能性が高い。この細石人文化期の遺跡は全国で500カ所を有に超える。特に遺跡密度が高いのは北海道と九州で近畿地方では遺跡数が極端に少ない。石材は黒曜石、砂岩、チャート、流木岩、ガラス質安山岩。 高質決岩などである。つまり、その地域で利用できる岩石が用いられた。この文化は、採石人格の形態や、製作技術に地域的な変化が顕著であり、それが特徴である。北海道の採石人格は、優別技法として知られる白滝型、札骨型、峠下型、乱越型、忍ぶ道子型、ロカ型、射的山型、 紅葉山形などに類別される。この優別技法やその影響を受けた採石人剥離技術は津軽海峡を越えて山形県、新潟県、茨城県など東北地方の北半分まで広がっており、あばら屋型貿力を伴って検出される。一方、西北九州を中心に福井型と呼ばれる採石人格が存在する。この石格には、 縄文時代の早々期の土器である豆粒分土器、竜気線分土器、爪型分土器などを伴う。このほか南九州を中心にアゼ原型が知られる。のだけ、球状型採石人格は関東、中部地方から九州までの広い地域に広がっており、円水系、半円水系、角柱状などの形をしている。また、船屋型採石人格も宮崎平野、 大野川流域から近畿南部、東海を経て中部南半分、南関東まで広く分布している。大きく分けると、日本列島の採石人文化は、北東日本の設計採石人と、南西日本の野岳、球場型や、船やあがた採石人の二つの分布圏に分かれる。前者は、シベリアから北海道を経由して、本州へ、後者は中国校が中、 下流から九州を経由して本州へ及んだらしい。この文化段階で北方から相当数本州へやってきた可能性が否定できず、後期旧石器人がそのまま縄文人になったわけではないと想像できる。長さはだいたい3センチ以下、幅0.5センチ前後で小型の石人でいくつか沖や動物の骨の柄に溝を掘り、はめ込んで使用した。食人器や 戦闘機として用いられた一種の会話式の石器である。槍や森の先端近くに刃として埋め込んで、貫通性能を高め、槍全体を軽量化することによって、投げ槍としての命中率を高める効果も期待されたと推測される。別名、採石人。日本では採石人を装着した実例は知られていないが、シベリアや中国の出土例から類推されている。 世界に先駆けて中国東北部からシベリアのバイカル湖付近で発達したと考えられており、アラスカに至るまで柴叩く間に広がり、世界各地の広い範囲から出土している。先谷三つるは、採石人技法の担い手を、Y 染色体、ハプログループ C2 としている。長崎県の遺跡大辞典により、アーカイブ、旧石器時代人の文化、松藤和と、 日本の古代四森光一編、中高文庫1996年、先谷光 DNA、高古、言語の学際研究が示す、新、日本列島史。ありがとうございます。